ある日、突然日本国政府は自衛隊を民間企業に託すことを決定した。しかし、その理由は秘密であった。がしかし、そんな政府発表をまともに受ける一般企業は一社も現れなかった。自衛隊などという非常にリスクの大きい分野に一般企業が参入するはずがないというのが世間の常識だが、それが通用しない業界もたまにある。芸能界である。各プロダクションはこぞってパイロットたちをアイドルにしてしまい、新しいアイドルパイロットという業界が生まれた。ここに来てアイドル黄金期の復活である。しな、うずき、今さらわがまま言わないの。ええー、だって私、顔だけの男って嫌いだもん。うずきの言う通り、男の好みはともかく、あんな下手くそな連中の的になるのはちょっとな。下手なのは彼らの事務所も分かってるんでしょ。契約の第一条件、標的となる私たちがきちんとフォローすること。そんなことよりも、このどこで使っていたかわからない払い下げのターキーってのもどうかと。的はでかい方がいいだろって考えじゃないの。みんな、このダサい服嫌い。ねえ、せめて顔出してもいいかな。もうみんなわがまま言わないの。契約のその2、パイロットはあくまで地味に、絶対に目立たないこと。わかった？あと1分で目標区域に入ります。みんな、今日は超低空でのファイトだから気を引き締めててね。まあ気をつけないといけないのはサツキぐらいかな。ああ、ひどい。私だって一生懸命やってんのに。はい、おしゃべりはそこまで。ちゃんとお仕事しましょうね。はいはい、わかってますって。ザ・ベストガイ。この番組は民間自衛隊のパイロットの方々の模擬戦の成績、レコード売り上げ、およびリクエストハガキにより独自のランキングを決めるわけです。はい、そうですね。そして今日はスペシャルという感じで、スナップ隊の方々の素晴らしいドッグファイトからご覧いただきましょう。スナップ隊の皆さん、怪我をしないように頑張ってくださいね。はい、大丈夫です。久々に遊びに来たのに、こんな奴らの演習とは全くついてないぜ。安田ちゃん、標的になる方々はどうなってんの？はい、時間とコースピタリ予定通りです。うん、パイロットってのはそうでなくちゃな。いよいよだ、頑張らなくちゃ。早く狙いをつけて落としてよ。え、
後ろについてくれた。今度こそちゃんと狙ってよね。いけるぞ。安田ちゃん、邪魔したな。え、もう帰るんですか。ああ、いいもの見せてもらったからな。それじゃ。いいものってなんだろう。かわいい。うずき、どうしたの、弥生姉ちゃん。やっぱり忘れてる。昨日の反省会やるって言ってたでしょうに。あら、そうだっけ。相変わらずうずきしてるわね。とにかくすぐに来てね。はーい。みんな、ビデオの準備は。うん、できてるよ。うずき、呼んできたよ。あれ、さつきは。知らない。シャワーじゃない。あの子、この頃色気づいてない。あら、そんなことないわよ。あのぐらいの歳だと普通でしょ。弥生も見習ってもう少し女らしくした。分かってないな。今は私みたいなタイプが人気の的なのよ。胸のないのが流行りなんだ。私よりさつきの方がかわいそうじゃん。でもさつき姉はまだ大きくなる可能性が残ってるけど。いたー、弥生姉がぶった。ごめん遅くなって。さつき姉さんかわいそう。何が？何でもないからビデオ見ましょう。おお、あれか。さすが個人経営は伊達じゃないな。趣味をしてるかもな。お待たせしました。どうも、プロデューサーをやってます工藤です。私が社長の葉月です。よろしく。あ、こちらこそよろしく。早速ですが、お電話でお話ししました通り、プロモの制作をぜひ私に任せてください。彼女たちを見ていて感じました。絶対スターになれる。いや、僕の作品で必ずトップスターにしてみせます。ええ、そちらの条件は申し分ありませんし、こちらもぜひお願いしたいんですが、まだバックアップしてくれる企業や代理店も全然決まっていないような。ああ、その件でしたら任せてください。おいしいスポンサーをしてますので。それは助かります。ぜひともお願いしたいです。わかりました、お任せください。それじゃあ、詳しいことはマネージャーの伊集院と詰めてください。それではよろしくお願いしますね。だってこの時は左から。言い訳するんじゃないの。実戦だったらあんたが一番最初にやられてるわよ。とにかくさつきはチームの要、3号機に乗ってもらうんだから、もっと頑張ってくれなくちゃ。今でも頑張ってるけど。もっと。でもなんで私が3号機なの。弥生姉ちゃんの方がうまいのに。いいかいいか、いじけないの。ママの決めたことなんだから。それにさつきが一番素質あんだから。本当に？
ほんとほんと、単純に順番だったりして。エースがそんな調子とは困ったものね。だってママ、みんなでいじめるんだもの。そんな調子じゃん、お父さんの夢を叶えるどころか追いつくかどうかも怪しいわね。嫌になったらいつでも降りなさい、さつき。いや、私頑張る。お父さんが取れなかった全日本パイロット大賞を目指す。おー、イエーイ。はい、気合の入ったところでお待ちどうさまです。この私、トレイシ・ハズキの作詞作曲によるデビュー曲がついに完成しました。え、ん、喜んでいいのよ。やったー、デビュー、デビュー。私たちもアイドルしなきゃなんないの？もちろんです。アイドルとしてデビューしてたくさんのスポンサー企業についてもらわないと維持費だけでも大変なのよ。このままだと専用機の完成もおぼつかないわよ。あれ、弥生姉ちゃんアイドル嫌なんだ。じゃあ4人でデビュー。4人でデビュー。ああ、やだ、違う。私も私も4人でデビュー。楽しい踊りはそこまで。明日からは通常飛行訓練の後で歌と振り付けのレッスンを始めるから、そのつもりで。はい、ママ。あとデビュー用プロモーションビデオが決定しました。それともう一つ、うちの事務所は青山に決まりました。やったー、かっこいい。事務所は青山、青山、青山、家賃は高い。私がステージダンスのレッスンを担当する西条です。ビシビシと厳しく仕事から、そのつもりでね。はい、よろしくお願いします。ずっと話してたのに。音をずれてるよ。え、そうかな。また電話したくなるなんて、自分の気持ち YouTube で皆さん、おとなしくしてください。そちらがみんなのプロモビデオを撮ってもらうことになった工藤さんです。6ヶ月で5本のビデオを撮ることになっています。よろしく。それじゃあ自己紹介を。長女のカンナです。2番目の弥生。三女のさつきです。私、うせき。はい、みなです。ハミングバードです。ちょっと派手だったかな。社長、トレイシー・ハズキの娘たちデビューが決まったようです。ん？そうか。いつものようにちょっといじめておけ。はい、わかりました。まったくもう、なんでこんなもの着なきゃなんないの。しょうがないでしょ、この前の契約が残ってたんだから。こんなところを彼氏に見られてもしたら。あら、彼氏なんていたの？例えばの話よ。でも楽しそうな人もいるみたいで。本当に楽しそう。カンナちゃん！あら、どうかしたの？伊集院さん。それが困ったことになっちゃって。困ったことって？いや、向こうがちょっと無理なことを言ってきてるんだけど。ひょっとしてロボットに変形しろって言ってるとか。弥生、何なのそれって。いや、なんとなく。それで何を言ってきてるんですか？今日これからスナップの標的として飛んでくれって。別に飛ぶぐらいだったら構わないんじゃない？そんなことじゃ伊集院さん困らないでしょ。まさかそれって。そうです。え、なになに？この格好のままで飛んでくれってこと？そんな無茶が。絶対に無理よ。
皆さん揉めてらっしゃるようで。自分が原因のくせに。これって契約違反じゃないの？それに第一、こんな格好じゃうまく飛べるわけないでしょ。まあ別に断ってもらってもいいんですが、今後のこともありますし、それにもうすでに楽しそうに乗っている方がいるみたいですね。すごいすごい、みんなファントム初めて。そうだっけ。私は割と好きなんだ。クッシー以外だったら今でも十分通用するんだけどね。わかりました、飛びましょう。ただし全てアドリブでやらせていただきますが。ええ、それで構いません。こちらとしては飛んでもらえば形になりますので。では失礼します。本当にこれで？ええ、そうよ。どうせ超低空でのファイトだろうから、これでもいけるわ。いや、そういうことじゃん。弥生、さつき、本当のチームワークと私たちの腕を見せてやるのよ。お姉ちゃん、あいつらファントムで勝つつもりでいやがる。愚かな奴らだ。お姉ちゃん、やっぱりきつい。お腹がシワシワ。なんか醜くて恥ずかしい。ブチブチ言ってないの。弥生が2番、宇月、美奈が3番、さつきは4番に認識信号を入れて。了解です。嬉しいな、ファントムに乗れるなんて。さて、気合を入れていきますか。さあ皆さん、今日は特別にスナップ隊の模擬風船をお見せすることができます。かっくん頑張って。カモノハシなんか殺して。カモノハシ弥生、行きます。弥生姉ちゃん、あの格好割と気に入ってるのかな。犬サツキ、行きます。早く旋回しないと撃っちゃうぞ。遅すぎるんだよね。あ、これは意外です。なんとカッくんが落とされてしまいました。どうしたんで。嘘、なんで。これは全く、一体どうしたんでありましょうか。信じられないことが起こってしまいました。続けざまに。あ、思ったより手間食っちゃったね。でもあんなもんでしょ。いまいち出力も物足りなかったみたいだし。さつき、うずきとみなは？ディレクターの人にあの被り物もらいに行ってる。あんなもんどうすんの？うちで着るんじゃないの。でもあの格好で歌わせるのも面白いかも。ね、なんでこの部屋シャワーないのかしら。でもこんな田舎の飛行場なんだから部屋をもらえただけ嬉しいけど。そんなもんか。今日は矢島オフィスの仕切りだからこのぐらい当たり前かもね。二人とも早く着替えちゃいなさい。遅くなってごめんなさい。ああ、いやいや、このぐらいは遅刻にはなりませんよ。それに美人を待つのは楽しいものさ。キザなのは昔のままね。そう言うなよ。こうして会うのは数年ぶりなんだし。いいえ、二人だけで会うのは初めてよ。前はいつもあの人もいて三人で会っていたもの。もう8年になるか、あいつが死んでから。まだそうとは決まってないわ。行方不明なだけ。ああ、そうだったな。君の娘さんたちデビューが決まったようだな。まずはおめでとうと言わせてもらうよ。ありがとう。いや、それにしても昨日は彼女たちにうまくしてやられたよ。うちの看板チームスナップも肩なしだったな。お互い様じゃないかしら。そっちもセコい手を使って小さな事務所を潰してるみたいだし。この業界ではほんの些細な出来事だよ。いちいち気にしていたらやっていけない。そうかしら。
まあ先輩の忠告として聞いておくけど。美人は素直なのが似合っているよ。ところでどうかね、娘さんたちをうちの事務所からデビューさせる気はないか。楽しておいしいところだけ持っていくつもり？おいおい勘違いしないでくれよ。あくまで君のためを思って言ってるんだ。デビュー前だと経費ばかりかさんで大変だろう。それに私を敵に回してもあまりいいことはないと思うが。残念だけどそういう話には乗れないわ。特にあなたのように自分の仕事優先、ハートの感じられない人には預けられないわ。言いたいことはそれだけか？ここのワインって高いけど美味しいのかな。冗談よ。でも一つだけ言っておくけど、あなたには本物のアイドル、パイロットを育てることはできないわ。ずいぶんはっきりと言ってくれるな。ま、気合が入りすぎて花火みたいに一瞬で消えないようにな。例えが貧弱すぎて感心しないけど、一応気をつけておくわ。ところで、ここはあなたのおごり？もちろん、そうさせてもらうよ。じゃあ、テイクアウトしていいかしら。え？娘たち5人分。今日ここに来るって言ったらせがまれちゃって。まあ、いいけど。あるっていつも言ってるくせに。でもアイドルっていうのがこんなにハードだとは思わなかったな。地方に来ると飛行訓練もできないし。やっぱりうちのエースね。え？エースというかただ戦闘機が好きなだけ。お父さんが乗っていた戦闘機が。そうね。さっさと寝よ、朝早いし。今日の寝起きはまだデビューしたばかりピチピチの5人姉妹です。では早速入ってみましょう。それじゃあ静かに音を立てないでいきましょう。あ、寝てます、寝てます。あ、カメラさん、あそこ、あれ、かわいい足ですね。おはよう。あれ、やだ。さ、朝です、起きてください。はいはい。おはようございます。おはよう。お名前を？トレイシー・サツキです。サツキちゃん、お隣でまだ寝てるのは？やよいお姉ちゃん。あれ、あとの3人の方は？隣の部屋ですけど。あ、そう。あれ、カメラさん、何撮ってんの？あ、ダメダメ、そんなことしちゃいけないの。ダメだってば。ああ、やっぱり何回見ても笑っちゃうよ。そうそう、やっぱカメラをケッて壊しちゃうってすごいよね。ほんと、あのゲリプリ。もう二人とも、その話はやめてあげなさい。だって、みな
ナもちゃんと出たかったんだもん。私もちゃんと笑いを取りたかったな。何それ。でもしょうがないでしょ、弥生がかかと蹴りでカメラ壊したんだから。お姉ちゃんひどい。ごめん。でもあのカメラの壊れ方はちゃんとすごかったよね。ようやく来たわね。おお、かわいい孫たちよ。あ、おじいちゃん。お前たちずいぶんと忙しそうじゃな。あんまり顔出せなくてごめんなさい。いいっていいって。それよりついに完成じゃ。え、完成？そう、ついにあなたたちの専用戦闘機が完成したのよ。やった、嬉しい、やった。ね、それでいつから飛べるの？大丈夫、今各部のテストの最中だから十分にベスト外出演には間に合うわ。え、ベスト外って？私たち出れるの？あら、伊集院さんからまだ聞いてなかったの？来週の木曜日、スポットライトのコーナーよ。やった、嬉しい、やった。ザ・ベスト外。カンナちゃん、予定通りです。そろそろ発信準備よろしく。了解です。いよいよね。うん、私たちの第一歩。お腹空いちゃった。あ、みんなも。さあ、行きましょう。はい。落ち着いて。え、1号機にも？弥生、宇月、みんな聞いてる？誰かが爆薬を仕掛けたみたい。気をつけて。よ、伊集院ちゃん。おはようございます。いよいよだな。この俺も緊張してきたぜ。はい、ここまで来れたのも工藤さんのプロモビデオのおかげです。まあ、今撮ってる2本目も期待していてくれよ。なんだって、そんなバカな。どうした、何か問題があったのか。ハミングの機体に爆薬が仕掛けられたみたいなんです。爆薬？ちょっと出せ。おい、聞こえるか、工藤だ。工藤さん、状況は？え、あ、はい、5機すべてに爆弾らしきものが仕掛けられているんですが、あいにく私たちはまだそっちの訓練はしてないもので。タイマーは？あ、それはないようです。わかった、すぐに処理班を行かせる。待ってろ。あ、工藤さん！どうしよう。どうしようったって生放送なのよ。飛べないんだからしょうがないだろ。ねえ、戦闘機なしでじゃ歌えないの？あ、それいい。振り付けもできてることだし。ダメよ、もともとがパイロットの番組よ。飛びながら歌わなきゃ意味ないし。大地、ここからどうやって現場まで行くの？ジェットでも7分かかるのよ。カンナちゃん、処理班が着くのは早くて40分後だそうだ。どうしようもない。残念だけど今回は諦めしかないよ。ええ、そうね。嫌よ、諦めるなんて。サツキ、だって私たちパイロットじゃない。それなのに諦めるなんて。父さんだって最後まで。分かった、俺が手を貸そう。工藤さん。サツキ。あ、はい。俺がこちらで指示を出す。その通りに処理できるか？はい、やります。よし、ガンカメラでこっちに絵を送ってくれ。モニターを用意しろ。あ、はい。よし、映った。工藤さん、本当に大丈夫なんですか？任せておけ、こう見えても陸自の出身だ。さあ、始めるぞ。最初にサツキが作業をして安全であれば他の4人も同じようにやっていく。サツキが失敗しても後の4人はまだ大丈夫なわけだ。よし、サツキ、まずは蓋を外せ。ゆっくりとだ。サツキ、安心しろ、それだったらお前らでも簡単に処理できる。はい、そうです、申し訳ないです、自分がそばにいなかったばっかりに。しょうがない子たちね。大丈夫よ、伊集院さん、あの子たちなら、まあ、なんとかするでしょう。そのまま続けてちょうだい。わかりました。
ところから2本コードが出てるだろう。そのうちの1本を切れば終わりだ。分かったわ。何色のコードなの？俺に分かるのはここまでだ。あとは運だけ。何よそれ。ここまで来てそれはないでしょ。パターンだと切ろうとするコードの逆を切ればいいんだけど。ほなアホな。違うって。何一人でボケてんのよ。さつき姉ちゃん大丈夫よ。お姉ちゃん今週の運勢良かったじゃない。え、でも良かったのはデート運だけだったような。ねえみんな、あれで決めましょうよ。あれってひょっとして？あ、それいい。こういう時こそぴったりよ。爆弾の最後のコード、赤と青のどちらを切った方が良いのでしょうか？時間がないけど大丈夫？とにかく集中しなさい。あ、動いた。来てます、来てます。赤いコードを切るのよ。さつき、行きます。これって何？やられた。トラップだったとは。トラップって？時間稼ぎの罠だよ。くそ。みんな急いで、予定より3分オーバーよ。もう白髪ができちゃうよ。伊集院さん、今発信したわ。あと何分あるの？曲のスタートまで1分を切りました。私は間に合うからうまくいっておいて。はい。いきなりトップスピードのテストとはね。スポットライトのコーナーです。あ、始まっちゃった。あ、それでは早速歌ってもらいましょう。かわいい5人姉妹のパイロットです。あんなもの誰が作ったんだ？それは企業秘密っていうやつですよ。あなたなんかどうでもいいと思う。胸の気持ちどんどん速度つける瞬間、どこへ行こう予定も決めず走った。少しぐらいは困らせたいの。電話しない土曜日、季節の大したガキどもだ。知らない？お風呂。あの子一日中入ってるつもりかしら。ババンババンバンバンハピバナナン。はあ、極楽極楽。今日はオフだし一日中入ってよっかな。お魚になったわ。たし。嘘、スクランブル。なんて格好してんのよ。これって訓練？私に聞かないでよ。それより遅れたら罰金よ。分かってる？そんなこと分かってるわよ。
遅い。ごめん。1番。もう15秒のロスタイムよ。少しは慌てなさい。感想は？はい、済んでます。日本語、宇崎里奈、発進します。よく聞いてちょうだい。多数の未確認戦闘機が領空内に侵入してきたわ。もう侵入してるの？ええそうよ。どういうわけかいきなり現れたの。接触予想地点は東京湾内。嘘、そんなところで戦うの？他の事務所は全て出遅れているわ。発砲許可は出てるからしっかり頑張ってね。あなたたちを信じてるわ。これってマジなの？一体どこのバカどもなの？今時戦争でも始めるつもりなのかしら。どうせどこかのわけのわからんバッなやつらのバッかバッでしょ。お姉ちゃん、それって危ない。敵へ確認、あと25秒で接触。みんな行くわよ。工藤さん、やっぱヤバいっすよ。うるせえ。こんなチャンス二度とねえぞ。ハミングバード初の実戦だ。これが取れるんなら死んでもいいぜ。そりゃ僕もプロですから、いい絵は撮りますけど、死ぬのは嫌ですよ。待ってるよ。来やがって、かっこいいっすね。俺惚れましたよ。サツキ、大丈夫？全然
ずき、よく聞いて。補給をしている暇がないから。4号にある補給用の対空ミサイル、そこから全て発射して。別にいいけど、量が多いから外れるのも多いと思うけど。いいから急いで。はい。大胆。お姉ちゃん、別の機へ接近中。嘘。あ、よく見てよ、認識はグリーン、味方よ。まったく、今頃出てきて。後処理は彼らでもできるわ。引き上げるわよ。みんな帰るわよ、遅れないでね。私もっともっと頑張る。そしてパイロット大賞を取ってみせる。